昨日の続きですね、武田恒安さんと上海電力との関係、えー、についてですね、えー、ちょっと考えてみたい。まあ、例えば武田恒安さんの話これからしましょう武田恒安さんはねお、女性天皇はね許せないなんてね。女系に必ずなんて許せない。そのことで態度が曖昧だと、なんで篠原なんだなんてね、言って,てね。うん。まあ、四十六の若者が、62のじじを呼び捨てにしたわけだけどね。 うん、まあそれはいいってしましょうよ、武田く君。うんまあ、それは別としてね、あのー、そうやってあんた言いたいことをね、あのー、例えば政党の代表に聞くと、いったら政党の方が興味あることにもあなたは答えなきゃならないよ。で、このね、参政党っていうところはね、あのいろいろな、あのー、思いでね集まった人たちが多いんだけれども、少なくとも日本は日本人の手に取り返すってところなんですよ。だから あ外国が不当にいろんなものを、ね、侵害してきてですよ、えー、例えば北海道なんかでも、ねえー、土地をいっぱい、ねえー、買い占めていく外国人が、ねえー、特にチャイナだよね、えー、渓谷もあるけどチャイナもある、えー、他の国もある、ただ主にチャイナですよ。 で、産業の面でもチャイナが入ってくる。そして、今、大きな問題になっている、私の尊敬するジャーナリストの山口典之さんがね、先頭に立って調べられて、えー、他の方も一生懸命ね、えー、やられてると思うんだけども、えー、いつの間にかですね、先島、大阪の先島メガソーラーがですね、えー、上海電力の配下に入っていると。一体何なんだ、これはと。でしかもソーラーであると、メガソーラー。 ソーラー自体がですね、ソーラーパネル自体が、あー例えば世界シェアでいったら7割がチャイナ製で、えー、しかもその多くがね、多くがウイグル人奴隷労働には関与して作られているということです、す海中では問題になっている。だからあのソーラー発電のね、しかもソーラー発電というのはあの寿命を送ると、これ非常に危険な、ねえー、ものになる。これ全部危険かどうか分かりません。あまり無責任なこと言えないから。環境問題にもなっているということでしょう。で、何よりもですね、去年は、 土石流事故が熱海で起きたときにです、ね、このソーラー発電所のね、乱開発は、静岡は異常でしたよね、大人の,の山梨県はさすがに危ないっていうことで、だいぶ規制やってるんだけど、静岡の構図にですね、まあ、あそこの知事、真鍮ですからね、あの構図にですね、どん,どん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 チャイナ製のね、ソーラーパネル設置するのがね、許されていたと、で危険がせあの指摘されても放置されていたと、それでああいう惨事が出た、まあ、あれ埋め立ての問題なんですけどね、直接的にはね。 まあそういうことで、えーまあ、ソーダーパネルの話が近々問題になってきたのに、えー、武田常康さんは、ですね、えー、この今指摘した7月3日の後回し熱海市伊豆山のですね土石流事故の5日後のですね、えー、7月8日朝放映の虎ノ門ニュースで、えー、太陽光発電のお話をおされてるわけですよ。 やはり自分でご事業をされてるからね、お詳しいんだね。で、ともかく、この時もですね、えー、利回り14%、表面利回り14%、実質利回り13%だからとってもいいんだと、えー、もうすぐ回収できるんだと、非常にいいんだと、これに X コインウォレットをね、結びつけてね、X ソーラー出すんですよと。 100円単位で買えて1万、10万で買えるんだと。ゴールドやダイヤと一緒でってね。ご自分のご商売ね、ソーラー、ソーラーパネルによるですね、ソーラー発電の事業について、大いにいい番組でアピールされてたわけですね。で、それで私は問題にしたいんですけどね、あの、まあ結局、あのソーラーパネル事業のね、あのエコホールディングって会社のね、取締役、これは旧ワールドウィングって会社だったんですね。 でこの会社の取締役をですね、えー、武田恒康さんは2009年の1月27日に就任されているわけ。これはですね、エコホールディングのホームページにもちゃんと書いてあります。えー、わざわざですね、武田恒康さんがあ取締役になったということを日付で書いてますよ。あの特記して 1, 1項目ね。それが何を意味するか分かりますよね。やはり有名なね、ただ有名なだけじゃないですよね。明治天皇の夜叉子でいらっしゃる武田恒康さんが。 取締役になってているんだととうことを大きくアピールしてますちなみに武田さんが取締役に就任した時の名前はエコホールディングス株式会社ではなく株式会社ワールドウィングという会社でありました閉鎖登記を取ってたわけですよお閉鎖登記見ようとこの会社手広くやってましてね、あのー、食品の加工魚介類の加工販売とかね スポーツ選手のマネージメントであるとか、種類輸入販売とか、食品加工、自動車中,動車中古およびその他輸送機器の販売賃貸、リースですね、えー、それからこれも入っている太陽光発電システムに対する生産、流通、販売、えー、ということでね、これ、ワールドウィングの閉鎖登記なんですね、これ、エコホールディング株式会社に平成22年といいますから、2010年の9月7日に、 社名が変更され、また新たに取締役が補充された際のことが記載されている閉鎖登記です。で、現在のお登記簿はですね、えー、この企業の目的の冒頭にですね、 太陽光発電システムに関する生産、流通、販売、利用及び貿易についての調査、研究及び統計と、えーで、またそのもの、生産、流通、販売、生産流通販売利用及び貿易そのものお、まあ、ほとんどもうね、太陽光発電に特化しました。でそれに付随した建設工事とか、あ保険事業とか、そういうことが目的になっております。で後ろの方にでも、ね、飲食店の経営とか入ってきて、あと介護老人保険施設ね。 えー、これのね、えー、関係団体との連携協議とかね、ね、えー、有料老人ホームであるとかね、えー、そういうこともやろうとしてんだね、不使用部の販売、えーで。この会社、は非常にチャイナとの結びつきが深い会社でしてね、えー、設立者の藤林さんという方あの、前にも申しましたように、ユニクロの柳井さんの盟友であります。 チャイナ事業なんかも手伝ってこられた方のですね、あのー、非常に成功もされたことがある方のようです。で、この方がですね、まあ,あの、の多分武田先生と非常に親しいんでしょうね。で、2009年からも今までずっとおやりになってます。で、えー、そこにですね、ある時このエコホールディングス株式会社っていうのに名前が変わったのと全く日付が同じに就任した方に、韓国人の 方方で超いいいう方がいらっしゃいます、えー、この人が実は今名前出てるんですよ、いろいろ何が出てるかというと大阪の事業でね先ほど言った先島アメガソーラーの事業に最終的には上海電力がこうね支配権を握ると皆さん先島アメガソーラーっていうのをね あのー、検索で見てみると、もう会社名が上海電力,に上海電力日本株式会社あさ、先島メガソーラーと出ますよ、えー。要するに上海電力の日本企業は持ってる会社なんで、すこれね、そこに行き着くまでに非常に大きな役割を果たした方なんです。えー、で、この方がね、えー、エコホールディングズ株式会社の名前変わったと同時に、えー、ですね、えー、取締役に就任し、 2012年の6月1日には解任されている。わずか2年弱ですね。いたんですが、その間にやったこと、これ重要なんね。その間にやったことが、日光エナジー開発、ちょっと D ね、これ間違えちゃったら、これちょっと、うん、あの適当にごまかしかねない。日光エナジー開発株式会社。これをですね、こちらのエコホールディングの取締役在任中に、2011年12月2日、 えー、東京都中央区で、えー、設立しましたそして私はねこれすごいな設立したばかりの会社なのにこのメガソーラーの仕事をなんとですよこの神話工業というところで一緒に組んでですねジョイントして共同落札して結構大きな事業ですいやー作って1年の会社がね 単独でよく取れたなって、単独で取れないから共同なんでしょうけれども、これが2012年の12月26日。でね、この辺ね、ざっと聞いてると意味わかんないと思うけど、私はあチャイナビジネスとかそういうもののね、いろんな実態を調査したことで知ってるんですが、この方は韓国人であります。で、韓国人の人はいきなりこの会社を作っても、なかなかこれ困難であります。えー、陶器を通すのも大変ですし、 まして入札に参加して落札するなんてことはおぼつきませんそこで既存の日本の会社の取締役として活動していたかの実態を作ってここの取締役を兼任しながら会社を作る日本に事業実態があるという形をとったんですねそして会社を作って入札に参加し入ってで何をやったか でこの2つで合同、メガソーラー運営の合同会社を作った。でもなぜか、1年うちに、1年のうちに、この日光エナジーは、この合同会社から撤退します。撤退して代わりに入ったのが、上海電力なんですね。この合同会社という形を取ってる中に、業務執行社員、まあ合同会社って社員っていうのね、えー、執行のね、業務執行社員として、 上、えー、上海海電電力力がが人が派遣されれれ最終的にはこれが上海電力全部入れ替わっちゃうつまりね、山口徳幸さんなんか問題してるんだけどね、日本の企業が落札したものをいつの間にかね、入札にも参加しない上海電力が乗っ取っちゃったということが問題になってる。その誘い水になった会社が、日光エナジー開発株式会社なんですね。 これは面白いです。支社は韓国にもあります。あの本社は東京と中国にあります。ちなみにこの会社もですね、あの共同通信ビルはですね、虎ノ門ニュースのスタジオがある場所ですよね。私もあ,のあそこ行ったことあります。はいあのー 別の、別の、トロのもんじゃないんだけど、別のチャンネルもあそこもありまして、出演したことがあるんでね、えー、それこそ真淵、えー、大使と一緒に出た番組でしたけどね、えー、まあそういうような、まあ、共同通信あるからどうのこうのってことじゃないんだけどね、まあそういうふうにいろいろな会社あるところなんですね。この関係なんですよ。で、この時期にね、こういうことが起きた時期に、一貫していらしたこの取締役は、武田恒康さん。 なんですよ。ね、そんなね、何十人もいるんじゃないですよ取締役は。同じ会社の中で何人かいる。ねあとははっきり言って藤林さんね、設立者の藤林さんの家族ですよ。まあ、5人ぐらいだと思うんだけどね、全員この、このお二人出てね。知らないわけないでしょ。で、この会社がね、ね取締役がこういうものを作ったと知らないわけないでしょ。で、この会社が、ね、 うういうですね、まあ、まさにエコホールディングもソーラー発電やってる会社ですしねご熱心に武田さんもねわざわざ自分の出演番組までですね出てですねご自分の会社の事業と結びつけたね、あのー、いわゆる仮想コインってやつですかあこれの仮想コイン入と投資と結びつけたね事業展開についてお話をされてるんだからこれだけ熱心な方が知らないわけないでしょ。 だから別に、だから、悪気があってやったとかそういうこと言ってんじゃなくて、これソーラー、中、ね、チャイナも絡んだですね、ソーラー発電事業、こういう実態について問題になってて、いろいろ言論人としてお話になってたんならば、この内容を教えてくださいよ。それで、俺、先の話に戻るんだけどまあ賛成党についてあれこれ言う、そして神谷氏に物を言う。 あのね参政党ってのは神谷氏個人の持ち物じゃないですし、私は言っておきますよ、あのねあなた勘違いしてるんだけどね、私はアドバイザーなんですよ、党員じゃないんだよ。だから私は何の決定権もないです、党に対して。私は党が依頼してきた範囲で知恵を貸してるだけです、選挙のやり方とかね、政策の立て方とか。まあ、私は不満ありますよ、参政党に。もうこれ何べんも言ってます。私は何にも隠しません。あの政策がもうメリハが弱かったりね。 あの本当、惜しいなと思ったことがある、いろいろ、今回、でもまあ、一生懸命、今回はね、もう、党友がですね、8万人にもなってですね、もう、今、私もですね、長い経験の中でね、いろんなの長年の付き合いの政治記者たちがね、いや、賛成とちょっとびっくりしたと、ここまでいくと思わなかったと、でもこれ、気抜くとダメですからね、もう1から2 2席狙ってますよって話が、今日来てるわけですよ、本当にね、まあ、これ、なかなか素晴らしいことだなと。 まあこのタイミングで何か物言うってのは意図があったのかなって思えなくもないね悪意はねあの思えなくもないそれはこっちの勝手な感想なんでね武田さんそうじゃないよと俺はこれは問題なんだよあの女性天皇問題だと思ったんだよってねそれはそれでいいんだけどねでもねこっちはこっちで聞きたいことあるからね参政党っていうのは外国勢力が重要な産業とか土地とか会社とか買い占めていくことを何とか防ぎたいと思ってる党なんだ でそういうことをね、先頭に立って旗を打ってやって、金銭儲けてる人がね、あれこれ文句言うような筋合いじゃないんだよね、我々に。その前にあ,あなたが襟を立たしてほしいんだよ。いや、あの、何にも引け目がないんだったら全部喋ってほしいんだよね。いや、そんなことはないんだよ。と僕が使ってるのは中国製じゃないんだよ。と中国製の輸入してくるけどねこの会社ね。あまり下手なこと言わないほうがいいですよ。全部証拠出てくるから。 ね、だっていろんな番組ね、えー、武田さんが出た回じゃないけど、やっぱりソーラーパネル、確か虎ノ門ニュースで問題したことあるしね、うん、ウイグル問題、熱心にねあの、チャイナのこの人権侵害、えー、ジェノサイド政策を許さないということでね、キャンペーンもやられてましたよね。 そ,うそれが深く関わっているってことを世界的にですね指摘されているのはこの、ね、ソーラーパネルの製造事業なんですよ。これをね、例えば、いや、チャイナ製使ってもウイグルの関係ないとどうやって証明するのかねだかこういうことなんですよ、皆さん。いいですよ、武田さんね、説明したくないはしなくてもいいです。あとはあの説明しなきゃこっちが類推するだけですからね。まあ、こういう形なんです。皆さん、これよく覚えておいてくださいね。で私、思うんですけどね、 あのー、このことで、ね、常々思っちゃうのね、例えば、あのー、男系男子がどうの、男系、まあ、繰り返し言いますけど、男系男子を守れとか言うってうのは、私、おかしいと思うんだよね。あの男系男子だと、だろうと、なんだろうと、口頭の危機にあるという認識に立たないとだめなんですよ。その上でね、男系男子でやっていこうというならばね、私、何べんも引き合い出すけれど。 この小堀圭一郎先生が言うみたいにね、本当にもう10年以上前からね、それこそ、のこの方がですよ、ソーラーパネルの会社の取締役になった頃からですよ、一生懸命議論してたんですよ。それもですね、いや、これはね、ことからすれば、男系が、女系がって言ってるとこじゃないと、お互いにこれね、知恵出し合おうと言って、合同のですね、勉強会を学者たちで集まってやってきてるわけですよね。 そういう中でいくつか提言も出して、えー、まあ、小泉政権の時の、ね、提言は、非常にですね、女系でやるべきだというところで、これが大騒ぎになったわけですよね。ただね、女系論者から言えばねあの、男系ってそんなに全部続いたかってそうではないよと。いや、男系の方からさ、そんなことないんだと。ずっと男系なんだと。でも、穴があるよとか。そういう論争もしてるわけね。 まあそれは別としてですね、男系男子の方で、じゃあこのね、高等の危機にどう立ち向かうかこう、あのー、小堀先生はやっぱり旧宮家のね、復活だと言ってるわけですよ。で、これでホッとする人もいるかもしれないけどね、私はこれで不安なんですよ。何か。武田恵康さんの存在が不安を深めるんですよ、私。要するにね、こうしたことを要するに長くですね、 まあ、この方がね、まあまあ、はっきり言うと、おまあ、旧宮家として復帰はされないんですよね、武田さんは。なぜかというと、今、あのー、例えばこの間、1年間やった有識者会議ではね、えー、提言出ました、去年の暮れに、えー、男系男子から養子を取っていくというような方向性で、えー、武田さんのお宅は女系ですからね、ここから養子って話もないから、武田さんご主人も含めてですね、ご自身も含めて、 えー、ここから皇室復帰されるってことはないですよね。だから武田さんについてどうのこうのっていうにはならないんだけども、問題はですね、えーまあ、皇室から離脱されてですね、皇籍から離脱されて、えー、もう70年ぐらい経ってるわけですよ。そうしますと、まあ、もう食べていかなきゃならない、いろんなお仕事されるわけですよね。まあ、世間の風の中でいろんなあ目にも合うし、いろんな考え方にもなる。そうなるとね、まあ、言ってることと食べることは別だっていう話で、 こういうことになっちゃうことがあるんじゃないんですか。で、そういうことをやってる方がですね、あのー、皇室入ってくるってこともあるんじゃないんですか。そこが不安なんです。で、そういうことがささやかれてますよ。あのー、いい例を作ってるわけですよね。私なんかからするとね、あのー、経済活動でこういうことをやりながらね、やれ、断結断結、なんだって言ってる、これ全くなんか二重人格だっていうふうに思っちゃうんだけどね。まあ、私からすればですよ。 私からすればですよ、おまあいろんなね週刊誌集めましたけどね、えー、例えばですよ、まあ、こんな話もあるわけですよ、あの武田さんといった二股疑惑なんていうのもねあるわけだよね。あのー、まあこれね、元 AKB48 の方とねデートしていたと、でまあその前にですね、えー、葉原さんという方ですか。あ 羽原さんとね、えー、付き合っててこれ、それがどうも二股だったんじゃないのと、濱羽原,原智美さんですね、羽、えー、原さんにと振られたって関係になったみたいですよね。で、まあ、この記事、面白いのは、私もちょ,っとちょっと知ってる、慶応義塾大学のね、えー、先生の小林哲さんって、哲名誉教授がね、これ、武田さんを、なんかあの、境内の講師に推挙したんですか。で、これについてですね、後悔されてると。 彼の天皇に関する様々な論考を見て、憲法学について勉強させるため、勉強させるためだってすごいね。指導してたんだね。勉強させるために講師にしましたが、その肩書きが営業の看板に使われた注意をしても、はい、わかりましたと言って無視をする。反省を望みましたが、あまりにもミだらな話がたくさん出てきて、そういう時に慶応の講師なんて肩書きが使われてゾッとします。だから私が定年退職する際に、おちゃらげタレントみたいになった武田君も一緒に慶応から消えてもらったんです。すごい話ですね。 えー、このような状況の原因を作ったことを恥じていますと恩師にこう言われちゃったんだね。うん、これ、嘘書いてあるんですかね。嘘書いてあるのかね。これ、週刊文春の2014年、えー、5月は8日15日、5あの合併号ですよ。二俣疑惑、武田恒康、皇族の末裔だから側室を啓発権をかこうという記事ですよね。だから、まあ、これでもね、個人の恋愛の話ですからね。 あ,のあっちはこう思い、こっちはこう思いってことがあるのかもしれないけど、でも今言ったようにね、えー、小林節教授が言われてるようなね、慶応の講師なんて肩きが使われたと、みたいな話が出てきてと、おちゃらけタレントみたいになった武田くんなんて言ってるわけでしょで。これは私、慶応の講師っていうか、だってこの方が使われてるのが明治天皇のやしゃでしょ。 でこういうところもね、結局なんで信用されるかって言ったらね、やっぱり去るところのね、あのー、血筋の方が入ってるってことは、これ信用につながるんだね。例えばこういう話もあるわけですよ。これは昨日も使った記事だけれども、例えばですね、この問題は私今いろいろ調べています。これ、「週刊新潮」の2014年の10月16日号に載ったですね、あの、 これ病院に関わる話なんだよね、小平にある精神病院、松見病院、これはれですよね、あのー母あのー、武田さんのですね母方でね作られた病院で、まあ、非常に乱脈経営でね14、億円の借金作って、非常に厳しくなった時にときに運営メンバーで,ななでらっしゃるんですよね、武田さんにでもね。それで、えー、つなぎ資金が必要なんでということで、えー、1200万円、ね、これはですね、あのー 知人がこう借りるって話になってて、保証人を武田さんがやると。貸した側はね、こう言ってんだね、えー。今度は武田さんを保証人つけるというと。本人にも会いましたが、何せ明治天皇のやしゃこと言うから信用するでしょう。大丈夫だろうと考えて、知人に1200万円を貸すことにしたんだと。要するに、このね、あのー、要するに元皇族とか、あるいは皇室とかあいうものも経歴って、非常に日本ではね、信頼感があるんですよね。 えー、それをですね、まあまあ、いろんなご事情があると思うんだけども、旧宮家だっていろんな悩まれてると思うね、あのー、これ要するに、踏み倒しだよ、うんんかんぬん、でも結局、まあ、払われたんだと思いますけどね、どなたか助けてね、まあ、この病院については、なんか経営の問題については、私はあの吉野栃明さんね、あの今、賛成党から出てる、る、あのー、ちょっとトラブル解決をお手伝いしたんだよという話をお聞きしましたんで。 まあそういうことなんだと思いますけどね。私はそれだけに、あの武田さんがなんか、させたらだめだ、死なはだめだってあの言うからあ、特に気になってるんですよ、こういうことは。ね。あのー、まあ、この方は、何分もそうなんですよね。だから、日本は、日本の伝統が大事とかいろいろ言ってて、こうやってチャイナビジネスも手出す、えー、女性も二股やる、借金はこうやって見事に裏切る。 こういうことがね、旧皇族宮家をね、単純に復帰させるってのは難しいなということを思わせるようになっちゃってるんですね。あのー、これだけじゃないですよ、まあ。こんなことも、こんな記事も出るわけでね、詐,詐欺師親子と告発された愛人入籍 JOC 武田会長、親子だ、親子、親子。という記事、これはね、週刊新潮2008年6月19日記事。 これをねこういうものをね、返してゴシップだっていうのは間違いですよ。これね、いろいろ関係者の話が出てね、これ間違い書くとね、必ず訴訟されますから。訴訟してないでしょ。あの訴えられてないんだよね、これ。いろいろ出てきますよ。あのいろんなもんね、これ例えばね、えー、工事書にね、添え書きをしてるんだよね、これ、あの借金してる。で、これ、これ何かあったらね、私的なものをね、これお父さん、お母さん、離婚したんだね、その時に私的なものを預かる場所がないので、 倉庫を借りたんだけど、その倉庫代踏み倒したって話ですよ、400万円ぐらい。で、それはそのじあのお父さんも知らないと、息子さんの常屋さんも知らないと、で直筆の署名を運用していたと、常屋さんはね、という話なんですね。まあ、これだ、ずいぶん話題になってますよ、北京五輪 JOC、武田会長を襲った家族の借金踏み倒し騒動、こっちこれはあれですよ、おこれも慎長続けて連打してんだね。 ここういういとなんですよね私はねだからあのー、やっぱり例えば今い,いろいろね武田さんもあの結婚する前ずいぶん批判を強めていたあの KK 息子と M 子さんのね、えー、元内親王の M 子さんの結婚の問題これもですねちゃんと定職もつかないでね海外で拠点つくのと,とんでもないよと。 しかも、どうもいろいろ疑わしいことがあると。これが、やっぱり、あの、皇室っていうものの経緯になるのは良くないよ、ということを心配されておっしゃってた。それは全く同じ気持ちなんだけども、むしろですね、これ、だから、世間っていうのはいろんなことがあるわけで、私だっても、ね、共産党組になった後ですね、本当生活困ったことありますし、えー、いろいろこうた大変でしたよ、ここまで来るのは。で、おそらく武田恒安さんだって、 えー、いろいろ努力されててね、あのー、いろんな肩書きをですよつけて働かざるを得なかったのかな、そんなことないのかな、余裕なのかな、余裕なのかな、なんか、あのー、私もちょっとあこれ調べたんだけどね、ものすごく多いですよね、あのー、昨日紹介したように、ですね、えー、川島周さんとも一緒の団体でね役員おやりで一緒に仲良くですね、えー、会議に出たりですね。 えー、してるわけですし、えー、いろんな団体あれっと思うのにすぐ出てきますよね。あこれですか。これねこんだけなんだよね。ねこれ集めてみたんですよ。あのー、すごいですね。もう若いとこから実業なんですね。20代からやってんだね。大したもんだね。えーえー 有権会社ラップランドってうんだから、国王に関係するんですかね、1999年の1月でしょ、代表取締役やってないのは、これ学生の時じゃないですか。それからちょっとこれ気になるんだけど、WCF、世界自然協責金で、なんか WWF 似てるね、エー家のね。エ、えー江宮家、この時もう総裁やられてますよ。うん、その時、この WCF これもちょっと調べてみようかなと思うんですよね、理事長に就任されてると。でど、同時にですね、日本国連環境計画財団、すごいですね、副理事長やられい いうことですよね、うん。いろいろやられてますね。まあだから、これはいろいろね、期待されることもあると思うんですよね。あのやっぱり明治天皇につながってるヤシャゴでいらっしゃるからね、まあ、こういう方がい,れあのいらっしゃれば、例えばあ社会福祉とかね、あの公益のためにやればあの寄付もしやすいんじゃないのと、集まりやすいんじゃないの、信頼があるからとか、いうことなんだけど、逆に信頼されるような。 生活って大変で、すよね、うん、でいろいろだって、先ほど言ったようなことっていうのは、必ずしもね、なんていうか、武田さんがどうの責任があるとかいう話じゃないかもしれないですよ。借金をね、あの払えないとかね、えー、それで助けてもらうとかね。でも、それだけにね、えー、旧三宅がするってこれ大変なことだなと思いますね、私はね。 慎重にならなきゃならないし、もう一つの問題とですね、憲法上の問題でね、あのー、要するに、門地出身でね差別しちゃいけないと、う扱いをこう特別扱いにしちゃいけないってやつでしょ、でも憲法が決まった段階でもうね、ポンと。 例えば三宅であったり皇族であるって言ったら、その初めからいるからって話だけど、後から加えるってのはどうなのっていうのは、やっぱり憲法学者の間、法学者の間でもいらっしゃるし、まあ,あ、武田先生も法学士でいらっしゃるそうですから、法律がご専門なんでね、法律関係が、この皇室のことをよくね、検討されてんですよね、学士さんでいらっしゃいますからね、私も学士らしいけどね、あ。のー そういううい点ででは、ね、お分かりになると思うんですね、まあ、それだけにね、えー、私はあ,あまり変な話だけどおお大きな大きなです、ね、声を上げて上からマウントを取って皇室がどうだこうだっておっしゃらない方がいいんじゃないんですか私も率直に言うけど。 ヤシャゴっていう方何人もいらっしゃいますよね。いとこの方でヤシャゴの方いらっしゃいますよね。武田先生はね、なんかいろいろ問題起きた人いますよね。えー、私も全然別のところでヤシャゴの方でした。実は存じております。あのお付き合いしております。あの普通にあの会社の役員なんかやられてますがあー、なるべく目立たないように暮らしになってますよ。えー、まあそういう、だからそういう点ではね。もう腫、ん、れ手に言っちゃうよな。なんかうち,のうちのコメント欄にもいっぱい見たらですね。 えー、武田さんこそこうやってね、明治天皇のやしゃこていうことをともかく言って、いろんな勉強会行って、あれしてですね、講、え、演、ー、料も取って、これが皇室利用じゃないのっていうのは批判もあるわけですよね。でなんか私、ちょっと分かんないんだけど、参政党についてはわけのわかんないツイートしててお、私はもうボランティア的に普通の講演料の20分の1の講演料でやってやったって、参政党、普通ですね、講演料ね、最低10万円払うんですよで。10万円の20倍だから200万円もらってるの。 そうやっぱりだそれは大した問題よね。あのー、目してるのにアシャって言えば200万円もらえるんですかそんな高いの聞いたことないけどな。うん。私が知ってるですね、保守系で一番高い人で100万だからね。うん。いやー、そんなことまで言っちゃってね、大丈夫ですかうん。みんながっかりしてますよ。うん。まあ、そんなことなんでね、参政党の人たちをね、ちょっとね、だいぶいじっちゃいましたね。だから、あのー、まあ、 すごくね、神、えー、谷宗平さんって人は私よりも優しい人で紳士でね、若いけどね、私なんかもうやさぐれてますから、まあ何しろね、出が悪いよね、共産党だからね。やぐさな世界ですよ。で、ついでに生きてるようなもんだからね、今ね。このぐらい怖いもんないんだよ。うん。だからね、私みたいに乱暴なことは言わないと思うけどね、ただね、神谷さんだって個人として会うわけじゃないから、参政党の代表として会うんだから、 党員がですね、疑問に思ったことはあなたに聞くと思いますよ。それは覚悟しておいてくださいね。まあそういうことでね、今日はね、えー、ここまでにいたします。